三宅島三宅村は東京都の島所部に位置する村。伊豆諸島を構成し、所属する軍はなく東京都三宅村が正式な表記である。所管する都の行政出先機関は三宅市長。伊豆諸島の北部に位置する三宅島及び無人島の大野原島を損益とする。2000年に小山が噴火し、全島避難したことで知られる。 三宅村役場臨時庁舎特起なき場合、孫正用乱資領収による。三宅村が属する東部選挙区から選出される。東京都議会議員の定数は一議席である。東京都選挙区に属する。選出議員についての詳細は、東京都選挙区のを参照のこと。三宅村の産業は漁業及び草屋の製造。他に、アシタバの栽培。 焼酎の醸造などがあるが、現在の基幹産業は観光である。年間観光客数は36,186人。かつて行われていた、小山のふもとでの落農は、噴火に伴い現在は行われていない。三宅村内の郵便番号は100 X X、100から 11XX、100から 12XX である。三池港 2008年超高速ジェット船の就航を期待する声もあるが、本島への航路が国や東京都から補助金を受ける補助航路のため、就航することができないと東海汽船側は説明している。詳細は、チャレンジ、三宅島モーターサイクルフェスティバルを参照。2007年11月、東京都の石原慎太郎知事の提唱で火山の噴火による災害の復興策として、チャレンジ、 三宅島モーターサイクルフェスティバルが開催された。当初は島内を一周する行動でレースを行う予定だったが安全性の懸念から断念された。来島者数909人。村内の観光イベントとしては最大規模の来島者を集めた。三宅村は開催に必要な約3億円を負担する見込みだったが、レースイベントが縮小されたこともあり経費は大幅に縮小された。 翌2008年は7月に江東区大見の大見臨時駐車場に特設会場を作りプレイベントを開催。島民約70人も参加しオートバイイベントと島の観光物産を融合させた。チャレンジ三宅島08モーターサイクルフェスティバルは10月17日から3日間開催された。ありがとうございます。